青山さんが好きだからといって青山さんの推薦になっちゃいけない、変えられませんって言われて、それは国会議員の任務と違いますって言ったら、でもちろんそう言いつつもガチガチに固められているから全部が結局内向いたままなんですよ。2024年9月27日自民党本部で新たな総裁を決める総裁選の投票が行われました。参議院議員である青山茂春氏は一番乗りで会場に到着し、自分の名前が書かれた席に座りブログを綴っていたようです。そのブログにはその時のリアルな感情や総裁選での投票先が記されていました。その内容を見ていきましょう。ブログの題名は日本がんじがらめと総裁選最後の日、主権者のためのリアル現場ドキュメントというもの。ではブログの内容を一部引用してみていきましょう。令和6年9月27日金曜正午過ぎ、国会議事堂の背後にある古い9階建てのビル自由民主党本部に入り、カメラと記者でいっぱいの1階ロビーから右へはぐれて8階ホールへの階段を一人登り始めました。すでに確信しています。この総裁選は1回目の投票では終わらず決選投票になる。高市さんは間違いなく決選投票に残る。決選投票のもう一人は石破さんで、当初はトップだった小泉さんは3位。決選投票には残れない。単なる推測ではありません。広範な情報を総合した確信です、とのこと。青山氏は総裁選の投票前からすでに自身の中で結果を予測していたようです。続いて青山氏は1回目の投票、そして決選投票で誰に票を投じたのかを明らかにしています。続きを見ていきましょう。決選投票では高市さんに投票するとすでに決めていました。それは9月12日木曜日の総裁選告示日、己が推薦人を集めきれず撤退となることが決まったその日に決めていました。第1回投票では15日間の討論から浮かび上がってくる人間性に着目して、3位以下と見られる候補者のうちから総理になれなくても活躍してほしい人を選ぼうと、それを考えていました。やがて会場が議員でいっぱいになり、1回目の議員投票が始まりました。名前を呼ばれ、岸田総理らの居並ぶ前を通り短い階段を上って舞台に上がり、男性の党本部職員に名刺を渡しました。これがルールです。顔パスはないわけです。2歩ほど前へ進むと女性の党本部職員が投票用紙を渡してくれます。投票において私が一人の党員であれば、棄権も白票も無効票もその権利はあると考えます。しかし私はそれらは全て絶対にいけません。なぜなら私の議員票は主権者から託された一票だからです。誰かを一人の名をきちんと丁寧に記さねばなりません。私は投票のブースへ進みました。据え付けのペンではなく己のボールペンで加藤勝信と明瞭に記しました、とのこと。青山氏は1回目の投票は加藤氏、決選投票は高市氏に入れていました。続けてその理由を語っています。見ていきましょう。なぜ加藤さんが総裁選当日階段を半分の4階まで登ると、そこは総裁室や幹事長室のあるフロアです。階段に強烈なカレーの匂いがしてきたので、あ、9人の候補者が皆平等にカツカレーのお昼を食べているんだなと思いました。かつに勝ちをかけた総裁選の慣習のようなものです。かつて安倍さんが再登板の総裁選に挑むとき、このカツカレーを食べたら、ただのカレーにすればいいのに贅沢だという中傷を受けたことを思い出しました。そして加藤勝信さんを安倍さんが褒めていたことも思い出しました。安倍総理は加藤さんを、なんかさ反り返って歩く癖があるからね、やっぱり元大蔵官僚だ、偉そうにしてるんじゃないかと誤解されることもあるんだけどさ、すっきりしたやつだよ、能力は抜群に高いよ、副長官にしてみてよくわかった、そうおっしゃっていました。この安倍さんの話で私も初めて加藤勝信さんに関心を持ったのでした。
総裁選の討論で加藤さんは一番積極的に拉致事件を取り上げ、保守派のイメージがないにもかかわらず、選択的夫婦別姓制度は必要ないと言い切り、さらに能登の重なる被災について岸田総理の予備費だけで対応という取り組みを否定して、もし総理になれば補正予算を組むと明言しました。加藤さんと一度だけこの総裁選の最中にばったり偶然に会ったのです。場所は議員会館の地下通路です。時は9月12日の告示日の前。当時の加藤さんは私と同じく推薦人が足りていませんでした。私は激しい引き剥がしに会い続け、加藤さんはちょっと対照的に積み上げに苦労されているという印象、情報でした。ご本人からすると違うかもしれません。ところが加藤さんは明るく私に挨拶されたのです。焦り、イライラは全く感じられません。しかもこの苦しい時期に一人で自分でコーヒーを買いに地下通路に降りてこられたということでした。その明るさ、落ち着き、人に頼まず自分で動かれていること、いずれも印象に残りましたとのこと。加藤氏に投票した理由を詳細に説明されています。しかしながら加藤氏は当日の1回目の投票で議員票16票という結果となり、推薦人20名に対する票割れが発生してしまいました。別の見方をすれば、自分を含めて21票のはずが5人の裏切り者がいたことになります。さらに今回青山氏が投票を明かしたことで、6人もの推薦人が他の候補者に投票したということが分かりました。この結果を見て当チャンネルは何とも政治的な動きだと感じました。さて、なぜこのようなことが起こったのでしょうか。青山氏は以前自身の YouTube で総裁選の何が病巣かを語っていました。その内容も踏まえ、今回起こった票の引き剥がしについて考えてみましょう。今回のテーマは総裁選何が病巣かということで、このテーマについてお話ししていきます。はい、今日は10時15分に、立候補の届け出が終わってしまって、残念ながら我々は届きませんでした。で、お詫びと感謝を申し上げる動画、生中継を含めて撮りまして、で、いわばこの普通のっていうか通常の放送は、今回は、まあ、三浦真美公設政策秘書はまさしく総裁選のただ中にいて、ちょっとこれはみんなが知らないことで言うと、僕もその3年前は安倍さんに対して手を挙げただけで、今回みたいに正式に臨んだのは初めてなので、ちょっと驚いたこともあって、もう事前にどんどん書類出していかないといけないんですよね。はい、皆さんちょっとこれを見てほしいんですが、この隣にいる三浦秘書が本当に丁寧にこういうのを作ってくれてたんですよね。これちょっと三浦秘書から説明してくれます。自由民主党の機関紙の自由民主に乗る候補者所見のページです。はい、はい、でここに三浦氏がきれいにまとめてくれてて、パーティーや政治献金が全くゼロである、あるいは専門分野が5つに渡ってます、党員が3年連続1位ですということも含めて、それからこの主たるテーマですね、メインが魂からの国づくりを再び、そして減税し国民を窮乏から救出、祭りごとを正す、総理を参議院全国からこそ出すというふうに、先ほど申した通り、意外にも事前に出さなきゃいけない書類が多くて、でその中でこの三浦氏がこれを作ってくれたんです。でこれが私のせいで、もう 100% 私のせいで本選で生かされることがなくなってしまいましたが、これ自体はちゃんと生かしたいと、はい、思います。そういうわけでみんなと同じようにすごく支えてくれたので、ここからしばらくは三浦秘書の率直な質問を自由に聞いてもらって、なるべく自由に語りたいと思います。ではどうぞ。はい、先ほど行ったライブ配信でも、こう日本ががんじがらめになっているっていうお話があったと思うんですが、その
何にがんじがらめになっているのかっていう、その日本の、まあ、現在のこう病巣、何を直していかなければいけないのかっていうところをちょっと具体的に教えてほしいなというふうに思います。これはすごく的確な質問ですよね。で具体的にってことなんだけど、その通り具体的に答えなきゃいけないけど、これはあくまでね、まずは入り口は政治の話なんですよ、はい、つまり国会議員の具体的な考えや行動のことをもうある程度さらけ出して言わなきゃいけないです。でも結局全部政治決めてるんで、まあ、先の戦争もそうですけど、で時代に僕ら生まれてたらあっという間に死んでたかもしれない、てか僕は確実に死んでますよね。それで今で言うと、例えば東大の授業料が2割上がったりってこともそうだし、それから物価をどうするかとか、もう子育てとかね、何もかも本当は政治が決めてるから、国会議員が具体的に何に縛られて本当はどういう行動原理なのかっていうことが今回僕にも身に染みて分かって、でそこから僕は遠くにいるわけですよ。だからむしろ寄ってきた議員の方がこれよくこれだけ来たなと思うのが本音なんですよね。でキーワードはねやっぱりこれなんですよ。はい、うち、はい、でしょうか。これ実は三浦市長自体が僕はこうやむを得ず電話してる時にね、電話は しないんですよ基本的に。ちょっと2枚目のキーワードに見えるけど、これって本当は総裁選の最中だから、その推薦人集めの最中に収録しようとして時間がなかったんですけど、電話作戦反対なんですよ、うん、で現職閣僚複数の方々がもうはっきり言うと海外市長辞めたりして、その他にもあるんですよ、この人だけがっていうんじゃなくて、公務を横に置いてとにかく議員会館の部屋にこもったりして電話ずっとかけてらっしゃるわけで、2つの意味で僕はこう反対したのは、その数打ち当たるっていうことですよね。それってだからもう一個がやっぱり話す相手は推薦人集めの場合は国会議員なので、主権者に選ばれてきてるからちゃんと目を見て議論して、で推薦人のことについて話すべきだと思ってたから基本的に電話してないんですが、最後の方になるとどうしてもアポ取れない人がいらっしゃって、何人も何人も何人も、これは理由ははっきりしてて、今国会閉会中なんですよ。そしておそらく10月下旬に総選挙かと、ね、で10月1日に国会開くことはもう決まったんですよ事実を。でしたがってもう地元に張り付いてる人が特に衆議院に多いので、どうしても会えないので電話をする。で僕が気をつけてたのは、電話だからといって政治にお願いしますよ終わるんじゃなくて、やっぱりまず相手の話をよく聞くっていうことをやってたので、それをこの議員会館でやってるから隣で聞いてるわけですよ三浦市長が。でしたがってその僕がこの話をしてたのを実際聞いてると思うんですけど、いろんなことをおっしゃるのが全部内向きなので、一番多かったのが自分はなぜ議員になれたのかと、ね、そうすると、まあ、それぞれの家庭は家庭って要するにプロセスはあるんだけど、世襲でなった人もそれから世襲じゃないんだけど県会議員になったら県会議員の中から選ばれたとか、そういう人も全部内側の話なわけ。世襲はもちろん家の中の話だし、でそれが家の中の話だけならいいんだけど、そこに利害が絡んでてその地域のその儲かるところがみんなそこに寄ってて、だからその世襲の方もこの自分の家で議席独占できるからいいねだけじゃなくて他のもできないわけだよ、ね、で例えば県会から選ばれた人も県会議員がみんなこう公平に見てやっぱりあなただよねっていうような、例えば小学校でクラス委員が選ばれるのとはだいぶ違ってて、実は外からこの男が一番この今まであった利益を続けてくれるからこれをやれってことが来て、そうやってその自分がそもそも初当選に至るまでに家であったり地域であったり大学の学閥であったり最初からがんじがらめになってるわけで、それって全部今までの日本なんですよ。新しい日本って要素はそこにないわけですよ。今までのものを守ろうとするだけだから、はい、でだからそれ全部内向きなんですよ。いやこういう事情があるんで、あやむさんの言ってることは例えば参議院から手を挙げて、あそういう意味なのかよく分かりましたと、うん、で確かに衆議院は法案
衆議院通過したら送っちゃって、あと無関心 で、参議院はそのまま上げるに決まってると、国会が閉会する前に上げるに決まってると、それが国対の仕事だからっていうので忘れてたけど、そういえば本当は参議院でもう一回審議してるんですよねって言われたこともあるわけ。本当に全然関心持たれてないわけ、で審議してても最後は結局原案通りでしょうと言われたら確かにその通りなわけですよね。それで同じところをぐる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 この回ってるから、その内向きはいけませんっていうことと、もう一つね、僕にそうやっていろいろ議論ある意味こう持ちかけられて、ちゃんと、まあ、相手も国会議員なんで反論することもありますよね、ね、ありますよね、じゃ失礼か、反論ありますよね、その時に実際に2人だけだよね、延べ人数ものすごい数回ってるわけだけど、公務やりながらアフリカインドに行きながら、でも2人だけはね、実際に例えば派閥と金問題で自分が受けた処分は本当は正当と思ってないと、処分を下す岸田総理自身が問題だと思ってるけど、でも迷惑かけた以上は今回はその自分の信念としても、あるいはこの人たまたま男性ですけど男気としても、どなたの推薦になってもいけない、青山さんが好きだからといって青山さんの推薦になっちゃいけない、それを家内とも話したので変えられませんって言われて、まあ鈴屋から目されてるわけですよ。僕は気持ち励まして言ったのはね、それ内向きですと、で国会議員の任務っていうのは本当は外に向いてなきゃいけないので、それは国会議員の任務と違いますって言ったら、という表情になったわけです、だからひょっとしたら、まあ、こういうこと一番言っちゃいけないことなんだけど、もうちょっと日にちがあって、もうちょっと考える余裕があったら、あの議員は実際は純な目をしているってよく分かったんで考え直したかもしれないなと思うんですが、でももう日が迫ってて、でもちろんそう言いつつもガチガチに固められているから、全部が結局内向いたままなんですよ、それでこれももっと具体的に言うべきですか。で具体的にっていうのは、やっぱり派閥が消えたように見えて一番の派閥ですが、派閥だけを問題にしてもダメだなとよく分かったのは、その派閥を作るに理由があって、例えば今のお米の異常なことでも、これ主権者っていうか、その米を真似て食べる人がもう見抜いてて、これ米の値段上げたいんじゃないのかと、だから政府の備蓄米が放出されないのも本当はそれじゃないかというのを、こう農水省や評論家あるいは学者の方に言わせたらまた違う話が出てくるんだけど、ただそれ直感的に、その要するに米作るなって言ったり、作れって言ったりするでしょ、作るなっていうことの中にも、その米の値段の問題があるわけじゃない、でそれがこうやって足りないって言われて、もうこれからはもっと地震の活動期入っていくから不安増えるばっかりだから、買いだめしたい人が増えると、もうこうやって上げとこうとね、いうようなことは実はこれ外向いてる話なんですよ。つまり今まで その農政農業農協の仕組みも、農協だけは悪いんじゃなくて、その全部の仕組みはこうなってる、これをこれからも続けたいっていうことがあると、このそういう利害関係から全く本当に関係がなくて、全く裏がなくて、でただただ国家国民のために話してる声が来ると、あエイリアンなんだよ、でそれよく分かったの。それで、ここに結構の大物来たじゃないですか、何度も、でそういう大物の人に、要は総裁選の推薦人集めっていうのは、実は推薦人集めだけじゃなくて本選になってからも利害関係だけですね、そうですと、だから青山さんのところに来る人がいるだけでもびっくりなんですと、それだけでもう本当は目から鱗ぐらいびっくりしてて、そもそもその党員数が1位になってるっていうのも、普通は利害関係で党員を作ってるので、企業団体その他でガチガチにして名簿を出してくるのに、青山さんだけ三浦氏がやってる通り、あるいは河村氏がやってくれてる通り、バラバラの人だけ、それ自体もびっくりしてたら、今度総裁選でもう全然そういう今までの利害関係と関係のない、で献金も個人からもらってると思ったら個人からももらってないと、企業団体の献金だけじゃなくて、でパーティーも派閥にいないから派閥のパーティーは来ないけど、個人では当然やってると思ったらそれも全くやってないと、でそれで総裁選出てきたっていうのは、
びっくりですって言われたから、いやこれはびっくりで終わるんじゃなくて、終わったのは全部僕、全責任は私にあるんですよ。僕は全部受け止めなきゃいけない、具体的に。ただしその病巣っていう意味では、昨日と同じ自分でいたい、昨日と同じ儲けの手段、はい、昨日と同じでいたい、昨日と同じ考え方でいたい。これって戦前の日本とここも根本的に違うんだなっていうことが分かったわけ。幕末明治維新って一言で言うと、昨日の自分たちいちゃいけないってことじゃないですか、はい、そこに最後は修練していったので、違いを乗り越えて攘夷も開国も実は最後は倒幕でまとまっていったのは、昨日の日本だと列強に飲み込まれて植民地になると、もうそれだけ10秒で言えることでみんながまとまっていったわけでしょ。で戦前の日本は戦争に負けたんだから、今僕は負けてるように戦争に負けたんだから大きな責任が生じてるわけですよ、後世の僕らにも。でもですね、例えばアジアが植民地支配のままでいちゃいけないと、で日本はそういうことで我関せずじゃなくて、タイって我関せずでしょ、ね、例えば植民地にならなかったのはタイと日本だけど、タイは距離を置いて中ブラにいることでたまったけど、日本は積極的に植民地支配違うよねと、はい、だからそこに批判されたけど、行き過ぎもあって現地から憎まれたこともあったし、逆に僕は例えばマーシャル諸島の人たちに、今の国会議員とそれから政府首脳に日本の統治を感謝している、台湾と同じように言われたみたいに、まあ、両面あるわけですけど、でも今までと違うことをやろうとしてきた、それがバサッとさ、原爆まで落とされて、もう全部悪かったんだって言われて、もう安倍晋三さんも僕も三浦真美首相も、それから三浦家のお二人のちっちゃいお子さんも、それから僕のちっちゃいちっちゃい3歳4歳の孫も、全部これからほっとけばそういう教育を受けるわけだ、うん、そうすると前に進まないことは正しくなってるわけ、うん、外を見るんじゃなくて内を見るのが正しくなってて、それが総裁選の始まる前の推薦人集めでこんなに伝わってきたっていうのは、三浦秘書の将来にとっても、僕の現在と近未来にとっても、やっぱとても大事な、やっぱり失敗から、これ言い訳に聞こえるかあんまり今の段階で言いたくないんだけど、やっぱり失敗があると、あこれかってよく分かる、うん、はい、その大きな病を変えるためにはどうしたらいいんでしょうか。はもう答えはっきりしてて、自由民主党前から言ったの僕正しいと思ったのは、 これを変えるしかない、うん、で言い方変えると日本政治を変えるしかないわけです。それで敗戦後の日本のほとんどを、特に1955年に自由民主党できてからはずっとこの党がやってるわけでしょ、はい、じゃあ今後申し訳ないけど、その新しいその政党も含めて、いや今後これはその政権党になって実務能力をいっぱい持ってて、めちゃくちゃな世界でしょ今。もうとにかく国連も何もなくなっちゃってるんだから、うん、安保理事国も減ったくれもないわけ。そうですね、ウクライナ戦争をどう見るかっていう議論は議論としてあっても、めちゃくちゃになってるのは事実なんですよ、うん、もうデタラメで、イスラエルが何してもアメリカももうほとんど何も影響力行使できないですよ。国連も安保理もウクライナやロシアで何があろうと何も手出せないでしょ、うん、だから敗戦後世界がぐちゃぐちゃになってるわけですよ。でその中で日本だけはこうやって内向いてるから取り残されていってるんで、これを変えるには政治を変えるしかないし、具体的には自由民主党を変えるしかないっていうのはやっぱ間違ってないなと思うんですよ。でそうすると今回の総裁選でやっぱよく分かったのは、これはやっぱ世界の政治に全部、政治社会経済に共通してるのはやっぱリーダー、リーダーエレベー変えないといけない。だから本当はですね、今僕歯医者なので、ね、虫歯を治してんじゃなくて、はい、きっと余計なこと言うと思ったでしょ今悪いを感じただろうけど、負けた側なのでちゃんと時期を見て言わなきゃいけないけど、この総裁選のあり方じゃダメですね、やっぱり、うん、これだってその推薦人20人集めないとっていうけど、その推薦人になろうとしてる国会議員が内向きのガチ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 のままで、よく無理をしてこっちについてくれた人がいた、ここに来た ある意味長がつく大物が、それ自体がびっくりだと。でどうやってるのか教えてくれっていうこと、まあ、亡き安倍さんみたいなことをおっしゃったから、どうやってるかって会って話してるだけですよって、うん、でしたがって政治に絶望っていう声が出てくるのは分かるんですけど、もう逆だなと思うんですよ、はい、むしろやっぱり祭り事の役割がどんなに大きいかっていうのは、違う願いとか違う利益を追求して生きている人間同士なので、同じ祖国の中でも
そうするとやっぱりそれを調整し束ね、共通の目標を作っていく政治祭りごと、どんなに意味大きいかよく分かりました。いかがだったでしょうか。青山氏は、この総裁選のあり方じゃダメだ、推薦人20人集めないといけないと言うけど、国会議員が内向きでカチカチなんだ、政治のあり方自体を変えなければ変わらないと述べていました。加藤氏の推薦人もこの内向きの力によって最終的に投票先を変えたのではないでしょうか。青山氏も言うように、常に政治家は外向きの発信をしなくてはならないと考えます。今後もこのような内々の閉ざされた政治ではなく、自由で外向きの政治を行う政治家が一人でも増えてほしいと願っています。皆さんはどう思いますか。よければコメント欄で意見を聞かせてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。I need you more.